おととい夜から断続的に雪が降り続いた小樽では記録的な大雪に見舞われましたこの影響で札幌と小樽方面を結ぶ高速道路が一時通行止めとなりました国道5号は午後2時から小樽市塩見台から春遥町までの11.4キロが通行止めとなりました 現在は解除されたものの、小樽市の一部地域にゴミ収集車が向かうことができず、市民生活にも影響が出ました。また、JR は函館線や千歳線で快速エアポート31本を含む合わせて97本が運休となりました。今日も午前中、函館線と千歳線の一部に運休などダイヤの乱れが残っています。